今日のレースどう走ろうと思いましたかやっぱ後ろ二人ついてくださってるんで前前攻めていい戦後できたらいいなと思ってましたそしてどうでしたか道中そうですねやっぱりあの結構前が全開で逃げる感じでかけてたんで僕も出るんきつかったんですけどまあできてからはもうしっかり前向いて踏むことだけ考えたんでいい結果につながって良かったですね今回さえは三勝ですまあでも昨日 やっぱ準決勝,勝てないと意味ないと思っているので、まあ、それを課題にして、まあ、最終日はまとめられたので,では応援してくださった皆様に最後に一言お願いします。今回、最終日決勝は走れなかったんですけどまた次につながる結果になったと思うのでこれからも一生懸命頑張ります。応援してください。